飛田急駅、飛田急駅は、東京都調布市飛田急一丁目にある、京王電鉄京王線の駅である。駅番号は、小20。副駅名は、味の素スタジアム前で、同スタジアムの最寄り駅である。二面三線ホームの地上駅で、京上駅舎を有する。改札口から地上への出口は、線路の南北に、各一箇所あり、駅舎内に自由通路が設置されている。 橋上場駅社課の際、観客輸送に対応するため上下線のホームが、従来の最大4.8メートルから上り線7.0メートル、下り線8.9メートルと拡幅された。上りホーム2.3番線は島式であり、2003年、平成15年12月1日のダイヤ改定から、平日朝ら主事に対避線、3番線を利用して、急行。 通勤快速の通過退避が行われるようになった。2006年、平成18年9月1日のダイヤ改定からは、土曜、休日の午後から夕方までの時間帯にも、特急、準特急、急行の通過退避が行われるようになった。このダイヤ改定は土曜、休日の午後から夕方までの時間帯に、多摩動物公園から新宿まで運転する、急行。 定期列車3本と東京競馬開催日に運行される、府中競馬正門前から新宿までの急行、臨時列車本が設定されたことに関係するもので、臨時列車が運転されない場合は、特急、準特急のみの通過対比となり、後日のように特急、準特急、急行が当駅に臨時停車する場合は、当駅で、特急、準特急、急行と、 各駅停車の緩急接続が行われている。2012年、平成24年8月19日から2013年、平成25年2月21日までは、調布駅付近の地下化工事完了に伴い、相模原線内寄り返しの各駅停車を、筒子が丘駅まで改装させる影響で早朝深夜を、徐ほ終日で、通過退避が行われていた。このため、 二番線から発車する列車がない時間帯には、発車表に三番線から発車する旨が表示されていた。2013年、平成25年2月22日のダイヤ改定で、相模原線の折り返し運用が大幅に減り、当駅で退避する列車が大幅に削減されている。ただし、平日の朝夕ラッシュ時と休日ダイヤの夕方に、通過退避が引き続き行われている。 東駅異性の武蔵野大駅、多摩蓮駅、東府中駅の時刻表には、当駅で通過退避する列車が記載されている。トイレは2階改札構内と、北口1階の駅舎外側にあり、いずれもユニバーサルデザインの一環として、誰でもトイレを併設している。京王電鉄は、最寄りのスポーツ施設が会場となる、ラグビーワールドカップ2019に備えて、 ホームドア設置やエレベーター増設、トイレ刷新など駅をリニューアルする計画を発表した。その後、2019年、平成31年3月17日より2番線のホームドアの使用を開始した。京上駅舎建設前は相対式ホーム2面に線を有する形態で、駅舎は線路の北側に立地し、各ホーム間は地下道により連絡していた。 2018年、平成30年9月29日から、FC 東京のホームスタジアムである、味の素スタジアムの最寄り駅であることや、クラブ創設20周年を記念して、FC 東京の応援歌にちなんだ接近メロディの使用開始した。下り、1番線は、得点時に歌われる、東京ブギウギ。上り、2.3番線は、試合開始前に歌われる、 ユールネバーウォークアローンが使用されている。上りホームのみ、退避設備があり、2番線が、主本線、3番線が、退避線になっている。2018年度の1日平均乗降人員は29,978人で、ある。北口は、小さなロータリーになっており、路線バス停留所がある。駅北側には、東京スタジアム、 味の素スタジアムと隣接する武蔵野の森総合スポーツプラザ、調布飛行場、警察大学校、警視庁警察学校、東京都立府中特別支援学校、東京都立府中朝日特別支援学校、坂木原記念病院、調布飛田急郵便局、軽自動車検査協会東京主館事務所魂所などがある。駅南口の再開発により2017年には、 南口側にもロータリーが完成し、北口を発着する路線バスの一部が南口を発着するように変更された。隣の西調布駅との駅間距離は700メートルしかない。味の元スタジアムや武蔵野の森総合スポーツプラザでの試合やイベント開催後は徒歩で西調布駅へ移動すると混雑回避に利用できる。ただし、当駅は混雑が予想される日に、 特急、準特急等を臨時停車させているのに対して、西調布駅は、終日各駅停車と快速のみの停車となり、利用区間によっては、速達性に優れないこともある。飛田急駅北口、京王バス東、飛田急駅南口、調布市ミニバス。駅所在地にちなむ、荘園制度が盛んな頃、この地は、飛田何という荘園領主から旧された、宮電池であり、 飛ダ球と名付けられた。また別の伝承では、武蔵国の秘伝院の宮殿地であることから、秘伝球という地名になり、それが転じて、飛ダ球となり、さらに読み方が、現在の、と、ビタ球となったという説ある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。